自主免許とは、近世の都市において、町や敷地に係る自治を領主権力が免除すること。自主免除が行われる背景には、領主による都市、特に城下町、宿場町などでの商工業振興のための町人誘致の他に中世以来の無縁概念との関連性も指摘されている。もっとも自主免許イコール租税免除ではなく、必要に応じた負荷を課すことに対する代償として、 向上的な自治の免除が行われたとも考えられ、また一部都市ではむしろ作綜する土地権利のために付加者が確定できなかったために自治に変わる新しい都市税制を導入したと見られる場所もある。さらに、岡山のように都市の範囲と土地権利の確定が行われて自主が禁制を通じて導入されている地域や金沢のように付加地域と免除地域が分離している地域もある。 そして、江戸のように全く新しくあるいはそれに近い都市改造の結果誕生した都市では、初期段階において領主への国役などの負担と引き換えに新設された町や敷地を配慮する方式が取られた地域もあり、そのような例では、自主が免許されたというより、初めからなかったと捉えた方が事実に近い。織田政権が A60 年に岐阜城の城下町である可能に落死令とともに、 自主免許を命じたのが発令とされている。続いて、豊臣政権が天正19年の京都における落中検知後に落中全域に対して行われた。さらに、徳川政権が慶長5年から同7年にかけて主要な宿場町の天満役の代償として自主免許を与え、後に五街道を中心に各地の宿場町で認められた。だが、明治政府は 全ての土地から地税を徴収する方針を打ち立て、明治4年に地祖改正に先立って自主免除が廃止された。ありがとうございます。